ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ボンドカーズアリーナ小島です。今回ご紹介させていただきますお車はこちらですね、アウディの RS5 となります。この RS5 なんですけど、アウディスポーツの中でもですね、グランツーリズモの役割を果たしたクーペモデルになります。2017年にですね、デビューしまして、スポーツ、もちろんスポーツカーになりますけども、スポーツ要素だけではなくて燃費だったり、安全装備だったりですね、さまざまなアウディの最新技術を積んだ、お車になっております。今回またそういったですね、魅力をですね、ちょっとピックアップしてお届けできればなと思います。それではスタートいたします。それではですね、外装エクステリアのご紹介をさせていただければなと思います。RS シリーズ、一つの大きな特徴としては、ブリスターフェンダーですね、純正より 15mm 幅がでかくなっている、幅がでかくなっているとこう膨らみが出ているというフェンダーが一つ大きな特徴にはなっています。で、今回この新しくデザインされたこの RS5 の紹介なんですけども、そのところでまずそのオプション装備があるんですけど、こちらまず標準装備でアウディのマトリックスヘッドライトですね、アウディのこんな代名詞のヘッドライトになりますけども、こういったところになります。で、次にオプション装備でですね、今回カーボンパッケージがオプションになっています。で、こちらの方ですね、新車で88万円、こちら見ていただくとフロントの方にカーボンがこう入っている形ですね。で、ちょっとこう横に流れていくと、こちらがオプションの20インチの方になります。通常は19インチになりますけども、新車時に18万円プラスしていただけると、こちらの20インチのホイールが装備されます。ここら辺の立体なんかも非常にオプションホイールならではのデザインになっているんじゃないかなと思います。で、最後に行くとこちらミラーですね、こちらカーボンパッケージに入っています。あとこのサイドの横のここもカーボンがありますね。こちら上に上がっていただくと、こちらのカーボンルーフ、このカーボンルーフはそのカーボンパッケージのオプションには入っておりません。新車時で50万円さらにプラスしていただくと、装備がされるオプションになります。で、横に行っていただいて、こういうのですね。で、このトランクスポイラー、こちらはカーボンパッケージに入っておりますね。下に行くと、こちらもカーボン、リアディフューザー、これもカーボンパッケージの方に入っております。で、RS のエキゾーストシステム、17万円のオプションになります。こちらの方もプラスして装備されています。で、こういった、パッと見ましたけども、黒と白のですね、非常にコントラストが入った車になるので、非常にバランスのいい、仕上がりになっているんじゃないかなと思います。はい、それではエンジンの方をご覧いただければなと思います。ちょっと開けますね。ちょっと重厚感がある作りになってますね。ちょっと重たいですね。こちらご覧いただくと V6 のエンジンですね、3.9 リッターのエンジンになります。最高出力が450馬力で、0-100 がですね、なんと 3.9 秒、本当早いですね、スポーツカーのパフォーマンスになります。またですね、燃費の方もカタログ表記ですと、やっぱ10キロ近く、燃費が稼いでると、走れるという形になりますね。本当にスポーツカーで4駆で10キロって言うと、結構やっぱ走る部類に、というか走る部類ですね、と言っても過言ではないと思います。ここですね、先ほど言ったそのカーボンパッケージになりますね。エンジンの方もこのカーボンエンジンカバーがつくような形になります。はい、それではトランクご覧いただければなと思います。トランクの方は奥行きがかなりあると思います。で、お約束のこちらですね、ゴルフバッグを入れさせていただいて、斜めに入れていただいても、こちらこれだけのクリアンスありますね、スペースもあって、高さも2段、詰めるんではないかなと、それだけの一応スペースを確保されてますね。スペースの内容では十分じゃないかなと思います。またですね、クーペサイズ、このあれもそうですけど、長い荷物を積んだりするにはトランクスルーですね、機能もちゃんとしっかりとついておりますので、そういうところもご利用いただければなと。
それではインテリアのご紹介をさせていただければなと思います。はい、それではですね、インテリアのご紹介をさせていただければなと思います。まあ、あの乗った感じですね、もうこのシートから見ても RS シリーズといいますか、RS だなっていうのが、このダイヤモンドステージから見てもですね、感じ取っていただけるなと思います。さらに今回はですね、新車のオプションでですね、RS デザインパッケージというのが、21万円のオプションが装備されています。まあ、この RS デザインパッケージというのはですね、こちらハンドル、アルカンターラ、シフトノブ、ミニパッドですかね、このサイドの部分もアルカンターラが入っています。であと、こちら見ていただくと、赤のステッチですね、ここもそうなんですけども、赤のステッチが入ったシートベルト。で、さらにこちらのフロアマットも、赤がラインが入っている、まあ、このシート合わせてもその場合すごいレッドの統一感が持った、純正オプションの装備が入っております。はい、それではメーター周りの方に行きたいと思います。メーターの方はですね、あのアウディのまあ有名なバーチャルコックピットになります、RS5 のまあデザインのものになりますね。こちらの方で、まあ右側な左側ですか、ナビゲーションを選択したり、ドライブアシストを選択したり、さまざまなあの情報をメーター内で、見ることができます。あとこちらビューって押していただくと画面が変わって、このメーターのパネル大画面で、ナビゲーションが 見ることができたり、まあ、ドライブアシストを設定できたり、まあ、オーディオを変えられたりっていう、まあ、運転しながらでも、設定がさまざまな設定ができるという非常に便利なメーターになってますね。まあ、もうこういったメーターもどのメーカーも今こういう流れになってるんじゃないかなって思います。あとはこちらシフト周りいきますね。こちらのシフトも先ほどのメーター内でも全部操作はできるんですけども、こうハンドルを握りながらでもこういったところでしやすい形になってますね。こういったモニターもそうですし、あとはまあ、RS5 グレード最高峰グレードになりますので、サウンドなんかもですね、バング&オルフセンのスピーカーサウンドがついてます。で、まあ、こういったところのボタンでパーキングアシストだったり、まあ、そういったさまざま安全装備なんかもですね、非常に最新技術のものが積んでますね。で、ここはアウディのドライブセレクトになりますね。こちらドライブセレクトを押していただくと、まあ、コンフォート、オート、ダイナミックという形で選択ができたりします。こちらで、まあ、締まりだったり、またエンジン音なんかも非常に変わってですね、よりスポーツ、まあ、スポーティーな走行を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。先ほどのエンジンも変わると言ったんですけど、早速じゃあちょっとエンジンをかけてみようかなと思います。それでは今回ご紹介させていただきましたこちらアウディの RS5 いかがだったでしょうか。まあ、先代の車もかなり人気だったんですけども、まあ、今回モデルチェンジということで、まあ、どんな車に仕上がってくるかなっていうのはとても私も気になってたんですけども、まあ、安全装備だったり、まあ、エンジンだったり、まあ、そういった諸々装備なんていうのはもう本当に、まあ、新しくなったっていうのは本当に見て感じる部分もあるんですけども、まあ、実際に乗ってみてですね、私が一つ大きく感じたのはやっぱりそのコンフォートとスポーツ、まあ、ダイナミックですね、スポーツモードで走った時にその幅がすごい広がったという感じはしましたね。まあ、スポーツカーなんですけども、まあ、コンフォートよりにもスポーツよりにもよく楽しめるというお車に仕上がっていると思います。まあ、そういったことで、まあ、幅広い方にですね、楽しんでいるお車、楽しんでいただけるお車に仕上がっているなと思ったのが非常に大きな印象でした。またですね、今回、まあ、ご紹介もさせていただきましたけども、まあ、様々なここまでオプションついているお車も、まあ、非常に珍しい、お車だと思いますし、また市場でもですね、非常に希少なお車だと思います。また、
科学走行距離、オプションも、さらに詳細とかもですね、あのリンクもありますので、在庫ページに見ていただいて、まあ、お問い合わせいただければなと思います。まあ、それではですね、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。